しっかりしっかり歌から始まるもん。みんな油断してました。え、もう始まってですかこれ。今油断してましたが。めっちゃみんなぼーっとしてる。どうしますかね。これで始めたんですかね。そうですね。はい。じゃあ、今日は、月1、毎月第3月正午からオンエアしています。メロディーショータイムね、お時間が始まりましたよ。今日のゲスト陣。イエーイ。今日初めてお会いしたんですけどね、まあ、素敵な方が来てらっしゃいますよ、うん、ね、女性の方が、はい、みなさん、はい、野村みなです、よろしくお願いします。イエーイ。沢田雅人さん、はい、沢田雅人です、皆さんよろしくお願いします。イエーイ。もう二方大人気歌手でございます。うん、で一番末席ね、窓際に座ってるのは今日はレイヤ君がね、うん、お仕事、別のお仕事でいないのでね、はい、代打ね、ピンチヒッターで目玉くんよ。目玉くん、ありがとうございます。いや嬉しいね、ユノさん、おまちょうごさんです。素敵なまたゲストが来てくださりましたね。すごいんです、びっくりしちゃいました。沢田さんは、はいはい、何度か、そうなんです、もう近所の中、はい、近所の仲間で。野村さん初、そうですね、はい、初めて出演させていただきます。伊勢野さん初なのに、うん、こういう回があってもいいですね。まず曲から入るものがみんな油断してる。そう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 。曲から、少し打ち合わせしようと思ったもん。いきなり映ってびっくりした。もう、まあ、今日はね、ハプニングもね、ありでございます。はい、大丈夫ですよ、大丈夫、今田さん大丈夫です。はい、伊藤さん、まあ、最初のね、はい、段取り通り行きましょうかね。はい、ではでは、歌の方は自己自分で、はい、話していただけますか。では早速ですが、私野村美奈の天文館の夜、うん、お聴きください。愛しいあなたの面影が、グラスのお酒にまた浮かぶ。雨に滲んだ失した女が一人、本を釣り泊まり夢に酔う。いやー、ありがとうございます。すごい、めちゃめちゃ素敵でした。あの、うん、アマって感じで、おはマって言いました今。おはマ、ママママ、あ、びっくりした、びっくりした。ね、まあ、あの歌が始まりました。はい、ね、の皆様の、ね、はい、歌でございました。ね、本日も始まりました、メロディーショータイムでございます。はい、なんと9回目こちらに来ましたよ。すごい、ね、昨年の9月に始まってからね、毎月第3月曜日正午からやっております。はい、でまだ私のことをね知らないという方もいらっしゃるので、まあ、ゲストの前に自己紹介をさせていただきますね。毎年ね、毎回やってます。私伊豆の純と申します。漢字で書くと伊香保温泉の井の字に、草津温泉の角字、野沢温泉の野の字と、温泉の名も覚えていただいて、そして、発音ですね、伊豆野の伊の字と野の字を伸ばして発音していただくと、縄体を表すと申します。伊豆野という形になりますね。伊豆野さん、はい、聞かないでくださいよ。ね、笑うとこですよ。はい、チャンネルはそのままでね、お願いいたしますよ。はい、で私、あの社会人の始まりがね、船乗りでございまして、外国航路の貨物船に乗ってました。ね、その中で7つの海のうち5つの海はね、航海してきましたよというね、残り2つは南極海と北極海なんでね、なかなか行くことはできないんですが、ね、7つのうち5つは行ってきましたよ。で、まあ、一筆
筆書きじゃないんですけど、まあ、切り張りしていくと地球一周もしてますよっていうことでね、25カ国ぐらいの国にね行ってきたという形です。でその後ね、湾岸戦争の時にちょうどペルシャ湾にいたんですけど、まあ、あれを最後に、丘に上がりまして、丘に上がるって言い方もあるでしょ、で丘に上がりまして、魚屋さんになりました。なんと魚屋さんをやってたんですね。で最後は2000年頃から数年を最後は柏そごう、今はもうないんですけどね、柏そごうのデパ地下の魚屋の店長をしてました、ね。でまあ、2005年ぐらいから葬儀業界に身を投じまして、大手からね、中小零細と渡り歩いて、でその全国区のね葬儀会館、全国区の会社の葬儀会館の館長とかもやりましてね、でここに3年で独立をして伊豆の総裁という形でねやらせていただいてます。松戸で一番ちっちゃな会社でございます。お腹大きいんですけどね、という形になりますね。見えてないので、ね、正面の取り方がいいんですよ、横向いたら大変なんですよ私、ね、あのそうなんですよ。先ほどね番組始まる前にちょっとお話をした時にね、実は今日全員 B 型なんです。そうなんですね。すごい盛り上がってましたねさっきね。なかなかないですね。ないですね。B の集団。やばい。B の集団危ない。だからめちゃめちゃまとまるか、全くまとまらないか。もう一人一人も脱線してる。どうなるか。まとまらないと思います。もうこういうの大好きもう。なのでね、まあ私あの血液型ね B 型で、ちょうどこの正面はいいんですけど横を向いちゃうと B になっちゃうんだね、やっぱね分かりやすく B 型なるほど、体型が B という形になっております。で、私ね、通常会だとね一般のゲストが来ることがあるんですけど、今日は歌手の方がお二人でございます、素晴らしいですよね。なかなかないですよこういうのね。あの一般会だとね、通常私の周りのいる人たちで、まあ、僕は松戸生まれ松戸育ちなのでね、松戸生まれで名前が純なもんですから松純と呼ばれてるんですが、笑うとこですよ、入ってかないでくださいよ、松戸生まれの松純でございますということで、あの、松戸とかね自分の生まれ育った町のね、周りの方で発信したい人とかね、自分の趣味で、の方仲いい方をねお呼びしたりしてねするんですが、今日は、プロの歌手の方っていう形になります。もう一般のゲストはね僕は1回目から僕はあの、趣味でエキストラをやってるんですが、はい、同じエキストラ事務所に所属しているベテランの方もね、実は来月も呼ぶんですけど別の方を、1回目を呼んでお話をして、で2回目3回目とかはねその、僕の周りに僕は葬儀屋なので、お葬儀をするにあたって納棺師ね、納棺、個人様のお体をきれいにして着替えて化粧をして納棺をする納棺師という方がいらっしゃるんですが、その納棺師の方をゲストで呼んだりとか、ね、しています。で、僕はバイクも乗るのでね、バイク乗りだったりとか、あとうちの地元のね松戸の上本郷なんてすごい、まあ、ローカルの話しちゃいますけど、上本郷界隈で、ワインショップ&バーをオープンしたマスターをね呼んだりとか、気になるね、もっとすごいのはね、その行きたい、お酒のすべてっていう本をね執筆をした方ね、いましたね、大越さんって方も呼んでね、それがもう鉢刷りで、韓国語訳も出るってことでね、もうワールドワイルドにすごく売れている本をね書いた執筆された日本を代表するバーテンダー、女性バーテンダーの方をねお呼びしたりとか、そして松戸市議会議員の方もお呼びしたりとかね、松戸がらみなんですけどね、そういう方を呼んだりとかねしておりまして、ちなみにお二人は出身はどちらなんですか。はい、はい、私は宮城県の仙台市です。仙台、はい、牛タンの美味しいそれだけで分かりました、ね、ホヤも美味しいですよ。あ、ホヤ、あ、美味しいものいっぱいありますよ、ね、たくさんあります、山のものから海のものまで、はい、笹かまぼこね、そうですね、ずんだ餅、あもう揚げたらキリがない、食べるから僕もね、あの水中が止まんないって言われちゃうんですけどそうそうそう、僕はね高校1年の時にね、仙台をチャリンコで往復してるんですよ。松戸から、どれぐらいかかるんですかそれ。いやいやいや、2日3日で行きますよ。いや2日3日高校の時の高校の時の中間テストのテスト休み使って往復してますから、ね、うわー、すごい、降臨の時はだってあれだし、九州往復してますよ、熊本にね、うちの父の田舎があるんで、うん、チャリンコであちこち寄りながら行って、帰りは宮崎で帰ってきたりね、いや、まあ、そういうような、ね、ことしてましたよ。なんでこんなパワフルな感じ、パワフル、いや、もうね、もうだって40年以上前ですから、
沢田さんは、はい、私はあの滋賀県、滋賀県、はい、船寿司です。船寿司で皆さん、あのさっきのずんだ餅とかさ、あの牛タンの葉のと全然違う。ちょっと色合いがね、あの色合いが今シーンと、ドヨーンとした。ちょっと右肩みんな正直だから正直あのちょうどね、はい、さっきこう野村さんの、うん、めっちゃこう色っぽいセクシーな PV がちょっと流れたんですけど、ね、その話も聞きたいんですけど、ですね、次にこう流れるのがね、うん、今度沢田さんの曲だ。あ、僕行っちゃっていいんですか。本当ですか。行ってください、行ってください、はいはい、では、船寿司食べながら、あ、食べてないですけど、はい、頑張っております、今沢田正人の頑張ってる曲聞いてください。この愛抱きしめて、どうぞ。会いたくなる、会ってはいけない人なのに、あなたの甘い香水が香った気がして、振り返る
ありがとうございます。すいません、なんかフルで流していただきましてありがとうございます。ムードのある、うん、ありますね、MV ですね。大人な雰囲気満載で、ね、いやさっき話したんですけど、はいね、僕もちょっとだいぶ、僕はもうだいぶ背伸びして頑張ってるんですけど、はい、もうやっぱセクシーな男性を目指してはいるんですよ、はい、でも全然なりきれてなくて、うん、だからもう皆さんってほんと自然にめっちゃセクシーだったじゃないですか、さっきの、うん、で普段すごい可愛らしい感じ でセクシーになってました。ガラッとこの趣が違いますよね。すごいなと思って、先輩にお聞きしたいですね、この、うん、どうやったらあれだけこのフェロモンをいっぱい出せるのかっていう。嬉しいです、そう言ってもらえて、うん、いや私もあのさっきあの見ていただいた天文館の夜って、うんうんうん、もうぐっと大人な作品で、うんうん、ブルース調で、あ、はいはい、作品でもう青江美奈さんとか八代亜紀さんとか、いいですね、もうレコーディングするときはもう本当に参考にさせてもらって、うん、はい、それこそ私も背伸びして、いや全然もう自然体というか、もうあの、あんな見せられたら俺ボトルダースで食いついてるわ。水野さん、ピンドピンド一だーって。もう美人の隣だけだって汗びしょにかいちゃって。ね、さっきからねめっちゃ汗かき出す。急に汗が止まんないね。ね、初対面だから。そうそう初対面。はい、僕も初対面。余計。そう。はい、私もそう。そうみんあそうか。そうじゃあ、はい、あの初対面。初対面じゃないのは全部知ってるのは。そうですよね。全部知ってる。あの瞳でこう見渡して。そうですね。もうそんな。本当に目が大きいですよね。はい、いやいやもう羨ましい。でもないです。ごめんなさい。だっていいんですよ。めっちゃまじまじと。ねえ、伊藤さん、ちょうど出てきたこう PV にお二人ともこうワインが好きだってさっき言ったんですけどね。あれがまたいいね。ワインが出てきてね、飲みかけのワインとね、乱れたね布団がね、いいね。また率直ね、言葉にするとまたね、なかなか。なんかキャラ変わってきて。変わってますけど。フルーツの盛り合わせ持ってきて。先ほどそのね澤田さんがこうよりこう大人っぽく、うん、はいはい、どうやったらこう方法とかあるんですか。やっぱり自然と出てくるの、うん、すごいそれ知りたいですよ。いや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 、めっちゃ知りたい。十分セクシーですよ。いやいやいや本当に、うん、だってさっきあのミュージックビデオを見る前に、うん、あのチラシっていうかフライヤーをさっきね、うん、我々見せていただいて、うん、もう目が点になりましたもんね、あまりにもこう素敵で、いやいやで一瞬もう飲みに行きたいと思いましたもん、ね、あのワインを持たれてたでそんな店があったら速攻で飲みに行き、あ、ありますここに、あ、これですね、はい、これジャケットの飲みに行ってから伊藤さんちょうどマスターみたいになってます。本当確かに。これね、あの今年はあの還暦イヤーなんで赤してるんですよ。本来これ白なんで、白のワイシャツでね。蝶ネクタイも。もうそれこそこういう風な感じになるじゃないですか。うんね、お店やります。もう天文館いいですよ。船乗りの時ね、天文館で飲み行ってるんですよ。本当ですか。タンガンでね、あの綺麗の基地に入ってね、はい、行ったんですよ。天文館はね、うん、夜のお店がたくさんあって、すごくいい雰囲気なんですよ。うん、そこで飲んだこと。夜のお店とか二人は行かれたりするんですか、うん、砂例えば砂あのプライベートでみたいなクラブとか、あ、大好きですね。おそう最近はあのまだ子供が小さいので行けてないんですけど、本来は大好きですあもういいですね、行きたいですよ。行きましょうって言わせよう。いやでも先に潰しちゃうかもしれない。ああ、ね、めちゃめちゃ強いんじゃないですか。なるほど。寝てるのを多分置いて帰るタイプ。じゃあねーって。あ、それも多分もう置いて帰っていいと思う。強いですね。強いんですね。多分あのこの業界で1位2位を争うぐらいじゃないですか。いやそこまでは。結構演歌界強い人多いじゃないですか。そうなんですよ。確かに。女性演歌歌手の方は特に女性が本当に強いです。やっぱりそういうコミュニケーションのあれもあるわけですね、はい、多分上位3本の指には入るそうなのそうなんですかなんか初めてすごい、ま、でもそんなね酔っても眠気が覚めるような悪魔の声が今から聞かれる。お聞きたい。もしかしたら自分の自分の曲の紹介の時は悪魔で紹介して、次の曲の紹介出ました
はい、邪魔した。やっぱり見逃してたわ。これ読もう読もう思ったもんな。伊藤さん、あくまでよかったらちょっと。いいですか。じゃあ、今日はね、こういう格好してますけど、はい、すごいのが出てきますよ、次の曲ね、うん、私が歌ってるんだと思います。はい、老人気はレア方だ。我が輩の歌を聴け。
まだあったな。すごい感動しちゃったね。めっちゃやりきってましたよ。うん、びっくりしちゃった。びっくり。衝撃。メロディさんのね、歌いに行っても最近は皆さんからデーモンデーモンと呼ばれるんですよ。お仕事は葬儀屋さんだね。葬儀屋ですからね。伊豆の葬儀屋ですからね。葬儀屋ですよ。ね、神様と仏様と一緒にお葬儀をするお葬儀屋さんですからね。悪魔を歌ってましたけど。でもよかった。今日は隣に天使がいますよ。エンジェルですか。エンジェルですか。エンジェルになってるからね。メガプリンスと、ね。もうね、足が止まんないんですよ。さあ、メッセージ読みたいと思いますよ。はい、メッセージね、はい、こんにちは。今日は大好きな沢田雅人くんがゲストのことでメールさせていただきました。いつも雅人くんには素敵な歌声とハッピー全開のスマイルに元気をもらっています。新曲リリースからずっとお忙しい毎日だと思いますが、なるべくリフレッシュしながら全国を飛び回ってください。はい、ありがとうございます。雅人くんは何をしている時が一番リフレッシュできるのかな。うん、どうですかね。リクエストはこの愛抱きしめす、うん、ありがとうございます。ノーチェ幻、ね、いや嬉しいです。後ほどはかけますけどね。はい、ありがとうございます。そう、一番リフレッシュできるのは何ですかね。そうですね、僕も家で結構インドア派なんですよ。インドアなんですか。うん、特にコロナになってからなんかそう癖がついちゃいまして。コロナはそうですよね。それで家でずっとあのゲームしたり、あとアマプラとかの動画配信サイト最近あるんで、ハマってドラマとか見てますね、結構。いや、そうね。気になっちゃうんですよね。なんかちょっと見ると、鈴木が気になっちゃう、ね。いや、アマプラとかあって一気に見るとね。すごい、一回見出すと止まんなくなっちゃいますね。時々私映ってるドラマとかありますから、ね、映画とかね。お、エキストラでやってますから、ね。エキストラ。映画のね、あのグッドバイなんて映画で大泉洋に、うん、怒ってるおじさんの役やってますから。マジですか。あ、じゃあ探します。教えてください。見たいです、ね。グッドバイって映画の開始5分ぐらいで、うん、大泉洋怒るおじさんの役ですから。へえ。まあ、そんな映画とかやったりしますけども。実はもう一枚来てますよ。ちょっと読ませていただきますね。うん、ラジオネームマクちゃん。マクちゃん。リクエスト曲沢田雅人この愛だけの先ほどありますからね。アダルティーな曲でしたよ。伊豆野さんこんにちは。今日は沢田雅人さんくんが出演と知り初めてメッセージさせていただきました。よろしくお願いいたします。雅人くんこんにちは。こんにちは。今日はたくさんのラジオ出演ですね。仕事で聞けないのは残念だけど、いつも滋賀から応援してます。あ、船寿司食べてますか。ラジオを通じてたくさんの人に新曲を聴いてもらえるように、なるといいですね。雅人くん頑張ってね。ありがとうございます。でもインターネットって全世界じゃないですか。そうですよ、いいですね、まあ、そうですよね、はい、なので、うん、遠い滋賀でも見れるという。そうですよね、いろんなとこからやっぱりこう、どこでも見れますよ。どこでも見れます、ね、ブラジルの皆さんも見れますからね。確かに、ね、そうですよ。だからね、ワールドワイドに展開していけるっていうことですか、ね、ありがとうございます。ちなみにその休日はね、沢田さんはそのゲームしたり、うん、ドラマ見たり、うん、でも野村さんも休みの日とかは。私はですね、うん、反対なんですよ、うん、アウトドア。アウトドアっていうか、もうどこにでも行きたくなっちゃうタイプで、まあもともとそのコロナ前とかは、うんうんうん、まあ、お仕事がこうねびっしり入ってたりしたので、うんうん、もうスケジュールが埋まってないと気が済まないんですよ。うん、気が済まない。素晴らしい。いや、素晴らしい。空いてると不安になる。何かしらこう入れたくなっちゃって、うんうんうん、もうオフってなったら買い物行こうとか、うんうん、はい、あとはもう今子供2人いるので、うん、なるほど。どこに行こうかなとか。オフの時も、はい、まあ、何かしら仕事でなくても、うん、スケジュールを入れたい派。入れたい派。なるほどなるほどなるほど。あ、そういうことなんですね。なんかじっとしてられないんですよ、ね。なるほど。ちょっと美味しいラーメン屋さん見つけて行ってみようかなとか。あ、はい、あ、結構じゃあ動かなりもう動かれる。そうですね。アクティブな方だと思います。ラーメン好きなんですね。ラーメンも大好きです、ね。夜はワインも。もう夜はワイン。僕が住んでる松戸はラーメン屋さんが美味しい店多いんですよ。いっぱいありますよね、松戸はラーメンの。そう、ラーメン激戦区的な感じですか。そう、うん、とにかくとか大好きです私。あ、そうですか。とにかくいい、ね、ちょっとメモしておいて、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 メロディさんの近くにね、亀市なんてね、美味しいラーメン屋さんもありますから、ね、メモ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 ペンペンペンなんかマジックこれ似たしか来られた時な試合にラーメンいかがでしょうかね。さあ、次の曲ですよ。はい、お引けなすて、お引けなすて、ございました、ありがとうございました。この曲も流していただけるということで、はい、いぶきよろしのカンタロウ、お引けなすて、こうか。
吉野勘太郎お前平野の川風押し剣の捨て響き吉野勘太郎意地と度胸は地の城山家にそんなつながりじゃって風が聞こえる母の床早く会いたいお母さんお母さん春をまたぐにあのやっこを急ぐわらじのすり合い峠涙隠した三本聞いてる時に怪奇現象起こったんです。怪奇現象起こりました。レイヤー君、レイヤー君なんですか。レイヤー君、レイヤー君、レイヤー君、皆さん、マサトさん、レイヤー君、レイヤー君、ちょっとほら、喋りなさい、ちゃんと。もうダメ、もうこの子は。はい、レイヤー君でございましたが、曲終わりにね、急に倒れたの。そうそう、倒れた。レイヤー君が、もう俺を出せと。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、メッセージ来てますからね、読ませていただきますね。いちごちゃん、いつもありがとうございます。松潤、皆さん、はい、ラブ抱き王子です。こぼれ、こぼれ、こぼれめ、あ、こぼれめの方ね。こぼれめ王子。あ、こぼれ、あ、こぼれび王子。こぼれび、あ、よかった。こんにちは。週の始まり月曜日、今日も元気に目玉ピー。ありがとうございます。今日は秘密王者欠席だけど、皆さん4時まで頑張ってって書くね。伊藤さん、ありがとうございます。いつもね、ありがとうございます。そう、今日はね、秘密王者は欠席なんですよ、ね、欠席ですけどね。木漏れ日王子って俺初めて聞いたな。あれをつけてありがたいですね。木漏れ目、木漏れ目、木漏れ目、ありがたい
がたいです、ねね、でもこう今回もうね、あの伊野さんの回から皆さん3時間そして澤田さん4時間という、はい、もう長丁場で、はい、まず第1時間目ということで、もう中盤となってきましたね。本当にあっという間ですね。あっという間に どうですかこう、いや僕がね、はい、その今までその、うん、あのそんなにね、その画面とか歌でしか聞いたことない方たち、うん、と初めてここでっていうのは、ね、なかなかないことなんですよ、はい、メロディーさんで一回やってたりとかすることが多いのでね、うんうん、だから今日はもうね隣がね、うん、皆さんでしょ、うん、もうこれだけでもあのすごいもうね汗かいてるのに、あのもうみんな分かってますよ。いやもうね止まんないんだよ。ちょっと温度が上がってきてないか、あのもうお店ね一緒にやるって話さっきになりましたから、マスターとママに、ちょっとお客さんで我々行きましょう、お客さん通いますよ。そんなお店をやって野村さんや澤田さんの歌が聴けるなんて最高じゃないですか。そうですそうです、やっぱりやりますかね。やりますかね。おいいっすね、ちょっとすごいですね。住所決まったら歌いに来てもらって。でもねこう伊野さん、あの野村さんはもう歌手生活20年目、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。すごいですよ。で澤田さんは12です ね、はい、目玉くんは、僕は4年、4年目、もう先輩方でございます。今日僕は今年60歳、人生の先輩、赤いの来てますからね。どうなんですかね、こう歌手生活を振り返ってみてとか、どうですか2人とも。そうですね、うんうん、私はあの2004年に3代目コロンビアローズの、うん、そうそうそう、コロンビアローズね、デビューをさせていただいて、で2015年にあのレコード会社を移籍をいたしまして、うん、今本名の野村美奈という名前でやってるんですけども、うん、あのシングル曲もですね17作発売させていただいて、ありがとうございます。でアルバムもベストアルバムを発売しました。気になったですよね、何だろう。そうなんです、曲目に出航5分前入っております。船乗りの、船乗りのね、愛する女性の歌ですから、ね、結構シングル曲も網羅されて、そうですね、あのファンの方から人気の曲が16作品、はい、こちらに収録されております。たまらないですね、まあたまらない、たまらないですね。やっぱワイン持ってきてもらってもすいません、後半ベロン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 。でもね、あのたくさん歌わせていただいて、やっぱり全国各地のあの地名が入ってる曲って多いじゃないですか、こういう、そうですよね、演歌歌謡曲って。なのでもうデビューさせていただいて、もう本当に全あの全世界じゃない全国の方、各地、ね、はい、各地の方々とこう縁をさせていただくって、本当にありがたいお仕事だなって思ってます。ご当地でね、そうなんですよ、ね、はい、もう本当たくさんお母さんお父さんおじいちゃん、ね、おばあちゃん、弟妹とかね、本当にたくさんファミリーができて嬉しく思ってます。今ではね本当にこうお子さんのね、ここも先ほどちらっと、はい、そうですね、うん、今2歳と3歳の、あ、かわいい、めちゃくちゃかわいい、一番かわいい、今一番かわいい時なんです、ねね、今一番手がかかる時期がありますけど、はい、男の子とか女の子とかって、男の子2人なんです、男の子2人で、はい、ね、大体こう演歌歌謡曲だったら、うん、こう応援してくださる方が、うん、本来こう例えばお父さんお母さんおじいちゃん、うん、おばあちゃんのこう年代で、でも、はい、自分が今度母になるってなんかすごいなって。いやもう本当に、そう、私も自分が母になると思ってなかった。ちゃんと思ってくださいね。今でもなんか不思議な感覚になることあるんですけど、うん、でもやっぱり責任感がやっぱり、うんうんうん、親になって、うん、はい、出て、またあの両親のことも、あ、うん、こんな大変な思いして育ててくれたんだなって、やっぱり感謝、はい、する気持ちにもなったので、いろんなものが積み重なってくるから、うん、そうですね、歌声にも厚みが出ますでしょうね。ああですよね、厚みが、いやいいですね、これからまたもっとグッと、ね、さらにさらに、はい、そうですね、すごいです、さらに頑張ってきます。素晴らしい、
はい、いや僕もあの、うん、今野村皆さんがおっしゃって、うん、あの全国にやっぱいろいろ行かせていただくじゃないですか、うん、で旅行で行くような有名なところも、まあ、行くはするんですけど絶対に行かないようなところって行くじゃないですか、はい、あの、うんうん、普段お仕事じゃないと、うん、もう巡り合えないの場所とか行けないところとか巡り合えるっていうのがすごく嬉しかったり、はい、あとはあの土地土地のこの結構行くとあの打ち上げとか行かせていただいて、うん、土地土地のお料理とかもなんかいただいたりするので、うん、そういうのがすごく幸せ感じます、ね、ご飯を食べるっていうのもまた、はいはい、幸せ、うん、メロディーさんのね、うん、煮込みは美味しい。あら、まあ、メロディーさんにしたら煮込みなんですね、煮込みとあとたまにエレガン作ってくれるだし巻きを、うわあのママがお料理がねまた素敵ですからね、うん、じゃあそのメロディーさんの CM から入ってきますかね、うん、はい、はい、お待ちしましたもうね、ほんと美味しいのよ伊豆の総裁は松戸市、柏市、統括エリアを中心に東京都区内等でご葬儀早々のお手伝いを受けたまわります。病院や施設、ご自宅へのご搬送、安心の自社冷蔵ご安置施設を管理、個人様とのご対面スペースでゆっくりお別れしていただけます。エンバーミング、海洋散骨室、任意後見人等のご案内、ご葬儀に関することはまず伊豆の総裁へご相談ください。ありがとうございました。伊豆の総裁のナレーション私が毎回言わせてもらってます、はい、でね、伊豆の総裁の CM の中で、その映像を撮っている、ね、人のお腹が映ってたり映ってましたね、気になって前川さん、神さんの中でございます、ね、ということで、はい、番組も終盤に待ってきましたね、はい、もうあと数分で終わるんですが、はい、はい、告知の方ございますかね、はい、はい、6月1日あのメロディーさん主催のカラオケ大会グランドチャンピオン大会、チャンピオン大会、はい、はい、あ、こちらですね、はい、ゲストに出演させていただきます。はい、あとはですね、私介護予防のお仕事もさせていただいてるんですけども、DVD も発売になりました。まだ出来たてほやほやです。介護予防の、はい、DVD が人生はミュージカルというですね、私も何曲か、はい、出演しております。ぜひぜひ、はい、お手に取ってね、はい、ちなみにこの6月1日は、はい、なんと観覧無料ということなので、そうです、じゃあ、はい、そんなちょっとぜひ、はい、野村さん、ぜひ会いに来てください。スペシャルゲストですか、スペゲスで、私あの第一部の、ね、発表の部でね、先ほどのあのデーモンで、もしかして、もしかして生でデーモンを見たい方は観覧無料ですからね、多分、一般発表の分の多分最初の方だと思うんでね、来ていただいて、最後、グランドチャンピオン大会にも
出ますんでね、最初から最後まで楽しんでくださいね。観覧無料ですからね、皆さん来てくださいね。お待ちしてます。よろしくお願いします。お願いします。はい、僕もですねメロディーさんの関係のお仕事を楽しみなイベントがありまして、6月の23日日曜日にですね、ご出身の松戸、はいはい、森のホールで、はい、松戸6チーズですから、歌わせていただくんですけど、今回ですね女性の素晴らしい、そうそう女性だね、華やかな、あれ皆さんが来れないのがなんか寂しいんですけど、あすみません、私イベントやるんです。こちらちょうど被っちゃう、ちょうど被っててあれなんですけど、はい、で僕ちょっと司会みたいな感じもやらせていただいて、そこチャレンジしますので、ぜひお待ちしております。よろしくお願いします、ね、総合司会が沢田松さんで、はい、レア君がね、レア君、はい、サブで入ります。はい、さっきの1日のやつはね、司会さっき翔吾くんね、そうですね、そうですね、レイヤくんと一緒に、よろしくお願いします。でもないです、もう緊張しますけど、よろしくお願いします。生で目玉ビーム見たい方はね、来ていただいて、怒られないからみんな真剣勝負。まず第一声がね、大事で目玉ビーム。そうですよ、楽しみ、ね、イベントありますんでね、6月もいっぱいありますから見に来てくださいね、はい、お願いします。この後私の番組はね月1で、もう間もなくもう数分で終わるんですけども、うん、この後4時までずっとメロディーさんの帯ですからね。はい、この後はまさみさん、北まさみさん、それから、ねちゃん、目玉くん、はいはい、レア君ってね、もう今日はレア君お休みなんでね、レア君会いたいです、会いたい、もうねレア君これさ出てくる、出てくる、あれ次もいたわ、あれレア1、レア1、レア2、ダブルレア、もうあの静かにしてねやつだな。みんな B 型なの。ね、冒頭に言いましたように全員 B 型です。こういうことになります。こういうことになります。あ、でもあっという間ね。ね、今ですよ。そうですね。あっという間でございます。汗引きました。いや、聞くわけないね。ねえ、もうしみ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 ですよ。しみ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 。いや、もう分かりますね、やっぱりこう、しかも 初で、ね、そうですね、でも1時間経つとやっぱちょっとこう、はい、ちょっと打ち解けてきますね。いや、もうね、僕ら先が楽しみなんですけど、僕はこれで終わっちゃうんで、この番組はね、月1でございます、はい、ハンドサインがございます、よろしいですかね、はい、はい、ではいきますよ、はい、ザ・サード・マンデー・エブリー・マース、はい、毎月第3月曜日、ムーンのね、からオンエアですからね、どうぞ毎月1回第3月曜日は12時から1時は伊豆の陣のねメロディーショータイムをお楽しみいただくという形、見逃した方もね2週間したら YouTube に上がりますからね、そちらでは見ていただいてね、あの皆さんのファンもね、まさくんファンもね2週間したら何十回でも何百回でもいいですよ、見ていいですからね、見てくださいね、そうです、そうです、いつでも会えるという形になりますからね、今は全世界生配信です、すごいですね、全世界生配信で、私の方は、月1なんでね、これで終わりなんですが、この後はい、沖田まさみさんの、まさみの気ままなメロディーが、続きますので、はい、ぜひあの、ね、引き続き、はい、お願いします、嬉しいです、はい、ではでは今日は今月はこの辺でという形になります、はい、よろしいですか、はい、ではではまた来月、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。